崎弾太郎内閣で陸軍大臣を務め、最後まで戦争継続を訴えた阿南惟幸は、自決する前の14日、総理大臣室を訪れている。そして鈴木に向かい、終戦についての儀が起こりまして以来、自分は陸軍の意思を代表して、これまでいろいろと強硬な意見ばかりを申し上げましたが、総理に対してご迷惑をおかけしたことと思い、ここに謹んでお詫びを申し上げます。総理をお助けするつもりが、かえって対立をきたして、閣僚として甚だ至りませんでした。自分の真意は一つ、国体をご自身とするにあったのでありまして、あえて対あるものではございません。この点は何卒ご了解いただくよう、と謝罪した。すると鈴木は、阿南の肩に手をやって、阿南さん、あなたの気持ちは私が一番よく知っているつもりです。大変でしたね。長い間本当にありがとうございました。しかし阿南さん、日本の皇室は必ず無安泰ですよ。と答え阿南は、私もそう信じております。と再敬礼をして退出した。鈴木は、阿南君は、いとまごいに来たのだね、と言ったという。